症は全国で500万人いると言われ、40歳以上では10人に1人という病です。軽い場合は食事のカロリー制限やインスリンを促す飲み薬によって調整されますが、重い場合はインスリン注射でなければ血糖値をコントロールできません。阿部さんはインスリン依存型の患者さんだったのです。糖尿病をコントロールするためにインシュリンは使っておりますけれど、局所の肝性素に対しましては酸性水だけを使っております。抗生物質は一切使っておりません。足の治療には医療用に開発された pH2.4 酸化還元電位1100mV の水が使われています。これで局所の感染および肉毛の形成に関しては非常に効果があるんですけど、これにも限界がございまして、糖尿を電解還元水を毎日大量に飲用することによって糖尿そのものをコントロールし、体質を改善することから本当のエソの治癒がもたらされるものと思います。家庭でも入手可能な電気分解によってできる還元水、アルカリイオン水で糖尿病も改善できるというのです。阿部さんも先生の言われる通り1日5リットル前後を何回かに分けて飲んでいます。そして日ごとに体が変わってくるというのです。これで体も軽くなりました。で、体がもう調子がよろしいです。水道の水は pH7 で還元電位はプラス 303mV でした。純粋に活性ソーダを溶かして作ったアルカリの水は pH8 で還元電位はプラス 200mV でした。阿部さんが飲んでいる電気分解の水は pH8 で還元電位はなんとマイナスの 238mV だったのです。この電位の大きく違う水が阿部さんに良い結果をもたらしているんでしょうか。とうとう阿部さんが待ち望んでいたビッグニュースが川村院長から伝えられたのです。これでしたら先生あれですか、足は切らなくて済んじゃうんですか。いや、これで多分ね大丈夫と思います。よかったですね、足切らなくてね。もうやれです。もうこれがこれ病院出たら働けるから、それがもう一番の楽しみです。もうあと2日したらもう足もう落とされてやね、もう地獄やね。僕にしたらそれがこんなにもう働けるんだ、もう退院したら働けるって、ほんのは幸せなことありません。あの嘘みたいな話です。活性水素、通常水素は水素原子、つまり H が2つ結合した分子状態で存在しており、その結合は滅多に離れることはない。しかし白畑教授によれば、稀にその結合が解かれ原子が単独で存在するケースがあるという。この単独の水素原子が活性水素と呼ばれているものである。では果たしてこの活性水素は人体にどのような影響を与えるのだろうか。活性水素は近年さまざまな病気の予防や治療に効果があることが分かりました。この活性水素を多量に含んだ水は、水を電気分解することによって人工的に作り出すことができ、電解還元水と呼ばれている。そして白畑教授によれば、この電解還元水はさまざまな病気の治療に絶大な効果を示すというのである。活性水素はさまざまな病気の原因となる活性酸素と反応し、水となることで活性酸素の毒性をなくしてしまうと考えられます。活性酸素は先ほどご紹介した活性水素と全く性質が異なり、別名毒性酸素とも呼ばれ、その強い酸化力から正常な細胞を次々と破壊し、さまざまな病気を引き起こす原因となっていると考えられている。この活性酸素は細胞が我々に必要なエネルギーを作り出す時や、人体がストレスを感じた時などに発生する。こうして発生した活性酸素は通常の酸素より電子が一つ多いので不安定な状態となり、電子の数を安定させようと、さらに体内の正常な細胞から電子を奪おうとするのだ。そして電子を奪われた細胞は
正常な活動をすることができなくなってしまい、やがて死滅してしまうのである。ところが白畑教授によると、体内に活性水素が豊富にあれば、有害な活性酸素はちょうど一つだけ電子を持っている活性水素と結びついて無害な水になり、体外へ排出されていくのだという。では活性水素は具体的にどのような病気に効くというのだろうか。1. アレルギー。免疫細胞は体内に侵入してきたウイルスや異物に対して活性酸素を放出して攻撃し、感染症などから体を守っている。ところがこうした外敵を攻撃するときに、花粉などの本来攻撃する必要のないアレルゲンに反応し、毒性のある活性酸素を過剰に放出してしまい、周囲の正常な細胞を傷つけてしまうことがある。これがアレルギー症状である。しかしこの際、体内に活性水素があれば、過剰に放出された活性酸素と結びつき無害な水に変えることでアレルギーの症状を抑えることができるという。2. 糖尿病。糖尿病は膵臓で作られるインスリンというホルモンによって血液中の糖分が細胞に取り込まれるはずが、インスリンが正常に機能しなくなることや、あるいは糖分を受け取る受容体に異常をきたすことによって起きる。実はインスリンを分泌する膵臓の細胞や受容体は活性酸素の攻撃に弱く、障害を受けやすいのだ。そのため活性水素によって活性酸素が無害な水に変化すると、インスリンや受容体が正常に機能し、糖尿病の症状が改善すると考えられている。3. 高血圧。活性酸素が体内の不飽和脂肪酸と結びつくと、ドロドロとした過酸化脂質に変化する。これが血管壁にこびりつき、動脈硬化が始まる。その結果、血液がスムーズに血管を流れなくなり、高血圧となるのだ。だが活性水素はこの活性酸素と結びつき無害な水に変えることで、不飽和脂肪酸が活性酸素と結合し過酸化脂質となるのを防ぐことができるという。4. ウイルスによる感染症。体内にウイルスが侵入すると、免疫細胞は活性酸素を放出して撃退する。だが大量にウイルスが侵入した場合、免疫細胞は活性酸素を過剰に放出し続け、その毒性のある活性酸素によって自滅してしまうことがあるというのだ。その結果、ウイルスの進行が進み、感染症を引き起こすのである。しかしこの時、活性水素が体内に取り込まれると、余分な活性酸素が排除され、免疫細胞が自滅することはないという。そしてウイルスは免疫細胞に撃退され、感染症などが治りやすくなるというのである。さらにイタリアの国立フィスカマテリア研究所のカルローニ博士によると、エイズウイルスに対しても活性水素は有効に働く可能性があるという。エイズウイルスは体内の細胞に入り込むと、プロテアーゼという酵素を放出する。このプロテアーゼはエイズウイルスが増殖するときに欠かせないもので、カルローニ博士によると、活性水素はこのプロテアーゼと結びつく性質があるため、エイズウイルスの増殖を止めることができるという。そして増殖できないエイズウイルスはやがて死滅していくため、エイズの症状が改善されるというのだ。5. がん。通常細胞は分裂を繰り返すたびに、 DNA の末端にあるテロメアという部分が短くなっていく。そして最終的にこのテロメアが全てなくなってしまうと、遺伝情報が伝わらず、細胞は分裂することができなくなり、やがて死滅する。しかしがん細胞はテロメラーゼという酵素によって、このテロメアが短くなっても修復するため、死滅することなく無限に増殖し、我々の体を蝕んでいくのだ。ところが白畑教授によると、活性水素はこのテロメラーゼとテロメアの結合を妨害する作用があるため、がん細胞を通常の細胞と同じように寿命のある細胞へと変え、やがて死滅させるというのである。